それは大分の山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちもちょっとまごついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それにあんまり山がものすごいので、その白熊のような犬が2匹一緒にめまいを起こしてしばらくうなって、それから泡を吐いて死んでしまいました。実に僕は2400円の損害だと、一人の紳士がその犬のまぶたをちょっと返してみて言いました。僕は2800円の損害だと、もう一人が悔しそうに頭を曲げて言いました。はじめの紳士は少し顔色を悪くして、じっともう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました。僕は